I'm not sure if this is correct or not, but I seem to recall you mentioning before that you weren't actually classically trained as a musician. You're kind of self-taught. You know, growing up as a kid, did you like have a piano at home that you played on, or you know, how did you become musical? ないですよ。僕音楽なんか習ったこともないし、楽器も習ったことないし、未だに譜面とか苦手ですもんね、読むの。そうなんです。本当に本当に。おじいちゃん家に休みの日に遊びに行ったらギターが転がってたんですよ。小学校の時に。 で、どうやって弾くかもわかんないんだけど、なんかかっこよかったんで、これもう誰も使ってないのって言ったら誰も使ってないよって言うから、じゃあちょうだいって言って小学校の時に持って帰ってきたはいいんですけど、ね、遊び方わかんないでしょ。で、そうこうしてるうちにね、今はないと思うんですけど、明星とか平凡っていうあの女の子が読むアイドル雑誌みたいのがあって、それにね、あのソングブックがついてたんですよ。 今ヒットしてる曲の譜面がついてて、その上にCとかGセブンってあるって、その横にあの6つの線があって、そこに黒いのが、これはすごくギターと似てると。<笑>そうなんです。これこの通り押さえて、あれって本当だ、曲になると思って、それでもここまではね誰でも気づくんですよ。こっからが発見なんですけど、うちの姉貴が ピアノをやってたんです。ピアノがあったんですよ、うちに。で、そのギターでここのソングブックに書いてある C とか D7 を押さえれば伴奏ができるっていうのを知った時に、この音を一音一音拾ってピアノの置き換えたらピアノでもできんじゃないかと思って、それでボーンってやって、この音かって、 C っていうのはじゃあこのソドミソっていうのを押さえたら C なんだっていうのが分かって、で伴奏はすぐできるようになりますよね。 そのうちでもつまんなくなって、こう自分で作って遊び始めるっていうのの延長のまんま48歳。 When you were growing up, what were some of your favorite bands? 僕らの世代だと、もちろんビートルズは解散してましたけど、やっぱり後追いでこうクラシックですよね、一応音楽のね。そういうビートルズやっぱり後追いで聞いたし、でやっぱりいいと思ったし、僕らのリアルタイムだとね、もう 特にアメリカなんかでだったんだろうけど、エルトン・ジョーンがすごかったですかね。日本ではそうでもなかったですけど、僕はエルトン・ジョーンになりたかった。何がそんなにいいかっていうとね、やっぱり美しいメロディーをやりながら一方でロックンロールをやるわけですよ、ハードな音楽を。その多様性というかね、それと同じような意味で当時イギリスで起こってたあのプログレッシブロックっていうムーブメントというか、そういう ロックを母体にして何をやってもクラシックとミックスになってもいいし、ジャズとミックスになってもいいし、何をやってもいいから新しいことをやっていこうっていうのが、あのイエスとかエマーソン・レッドのパームとかピンク・クリムゾン、ピンク・フロイドみたいなバンドが当時あって、あそこら辺のね、バンドの影響って僕すごいあると思う。自分でファイナルファンタジーの音楽をこうたまに距離を置いて聞くときに、自分がやろうとしてるのってやっぱり美しいメロディーを書こうとしてたり、 恐ろしい音楽を書こうとしたり、激しい音楽を書こうとしたりって、あの何でもありの感覚って70年代前半にあそこら辺の音楽を影響を受けてるやつのもうどうしようもないところですよね、宿命ですよね。<笑> You were saying that you really started making your own music after you were about 14 years old in junior high school. Can you resurrect some of what you did? Did you have like, you know, tape recorder, and did you, what was your first keyboard? Was it a piano? Was it electronic keyboard and organ? もう楽器はね、ピアノ一本でしたね。っていうのもギターよりピアノの方が絶対簡単だって。<笑>絶対あれヤマハの陰謀ですよ。<笑>絶対ギターよりピアノの方が簡単だと思う。まあいいや。でそういうピアノで楽器はピアノだったんですけど、譜面の書き方とか知らないですし、まあテープレコーダーに録音すればよかったんだろうけど、 まあそれもやんなかったですかね。あの僕はとにかくあの歌物が作りたかったんで、あの自分でほら詩書いてそこに曲をつけてっていうのって
なんか同じ血じゃないですか、結局一つの血でしかないんで、せめて僕はメロディー書きたいから誰か違う人に詩を書いて言葉を書いてもらおうと思って、3人ぐらいなんか仲間に専属の作詞家を専属違う、まあ、歌詞書きたいやつを3人ぐらいあれして、そいつが歌詞をノートに書いてくれるわけですよ。それを僕がもらって、上に C とか Am7 とか G7 って書いて、だからメロディーが僕の頭の中でしか鳴ってないんですけど、それで大丈夫でしたよ。いや、その当時はその歌詞を見ればメロディーが全部思い出せた、うん、それは絶対もう百何十曲以上あったと思う。でそれをライブとかでやったりはしましたけどね、あのコンサートとかね、あ、まあ、ちっこいコンサートですよ学校内のWith the top down. It's like a mini version of a TT. Yeah. Yeah. It's like TT. It's like TT mini. You want one of these, Mielke? Oh man, this is so cool. Very cool.So yesterday, when we were speaking with Sakaguchi-san, he was describing to us how you guys originally met, and that was you were working at a record shop, and a mutual friend recommended you as somebody who would be interested in doing music for their game. Can you talk a little bit about that? なんて言っちゃったかな、雪の浦さんかな、雪ちゃん、雪の浦さんという女の人が、あ、もっと前から話すと、当時僕も日吉に住んでたんですよ。でそこに毎晩毎晩あの音楽屋になりたいやつとか小説家になりたいやつとか、書道家とか画家とかの卵が集まって僕の部屋で宴会やってたんですよね。あの金もないのに、だか酒はどこかから来るんですよね、不思議なもんで。で何人も集まってこう自分の夢を語り合うわけですよ。クラシックの話とか昔の画家のゴーギャンの話とかそれについてアーダコーダみんなが言ってる中に一人美大で絵を描いてる雪の浦さんっていう子がそのチームにも宴会仲間に一人いて、その子がスクエアでゲーム制作の企画のアルバイトを始めたんですね。でなんかブラスティブラスティかな、ブラスティっていうゲームをスクエアっていうのを作ってて、そこでなんか足りない曲がいくつかあるのと、ゲーム中で使われてる曲をレコーディングしてそのシートとしてつけ、おまけとしてつけたいんでその仕事やんないって言われて、あ、やりますやりますっていうんで、いや、始めたのがスクエアに出入りするきっかけですよね。でその時あのコネクションも名前も売れてない、コネクションもない、実力もない人間に作曲の仕事なんかポンポンあるわけないんで、日吉のレンタルテープ屋さんでアルバイトしながら仕事があるときに作曲の仕事をやってっていう、そういうなんか将来のない毎日を送ってた日々ですよね。それでその足りない曲を書き始めたのがスクエアさんに出入りするきっかけで、で出入りするようになって、そのうちなんかその当時はね、まだスクエアって言ってもすごく大学生の集まりみたいな同好会みたいな感じでちゃんとした会社でもなかったんだけど、僕が出入りするようになって直後に、なんかスクエアもちょっと会社にしたいんだけど来るって言われて、あ、行く行くって言ってそれでずるずる20年21年かな。 If you could look back in hindsight, are you surprised by, you know, what started out as kind of a little side job, you know,has turned you into an internationally renowned composer, you know, that millions of people all over the world love. Could you ever have imagined something like this happening? いや、思わないですよね。ゲームに、ゲーム業界にそんなに長くいるつもりもなかったですし、ちょうど結婚を考えてて、職がないまま結婚はさせてくれないだろうなって思ったところに、その、ね、うちでやんないっていう坂口さんが言ってくれたんで、とりあえずここで 2,3 年やってもともと映画音楽とかやりたかったんで、ここで腰掛けてやりながら映画音楽の道に目指せばいいかなぐらいに思ってましたからね。坂口さんって占い師の話って知ってました？
してないです。あ、別に彼には関係ないですけど、あの彼にも話したことあるんですけど、スクエアに入る前にね、そのスクエアでアルバイトを何曲かやらせてもらってるけど、そんなにちゃんとは食えないっていう厳しい時期がこう続いたわけですよ。レンタルテープ屋でバイトしながらスクエアで何曲か書かせてもらったりとかで、あのね、当時ね、その仲間の一人に、あの占い予言ができるような不思議なやつがいて、でその人がね、あの上松くんね、君は世界に出るよって、でそのきっかけがね、来週起こるよっていう風に僕に言ったんですよ。でまあそんなんね、信じろって言ったってあれなんで、まあまあ、またあいつがなんか言ってるなぐらいに思ってたんですけど、その翌週に坂口さんと日吉の道でばったり会って、その時に坂口さんが、会社にしようと思うんだけど来ないっていう風に言ったんですよ。で今にして思えば、来週自分の人生を変えるきっかけがあるっていうのは当たってたなと思って、あいつの言ってたことは。And you were saying that you felt like, you know, you had to nail down a full-time job because you were going to propose to your wife and, or you were going to get married and, you know, you didn't think she would accept if you didn't have your self stabilized. So, is she pretty happy how things turned out? どうですかね。それは彼女に聞いてみないとわかんないですけど。We'll have to actually ask her afterwards. 私定職についてましたから、だから、うん、食べるの心配はなかったから、でどっちか一人が定職について安定した収入があれば、なんとかなるだろうぐらいでしたね。そうか、君は働いてたのか。バリエーション。そういえば、彼女のボーナスの時当てにしてたもん。All this time later and you've seen what kind of successyour husband has had. How do you feel about that? Did you ever expect symphonies to be playing the music he composed at, you know, the Walt Disney concert hall? うちにいる Uematsu さんはずっと一緒なんで変わってないけど、あのスクエアにいた時は会社で仕事してたから、だからあの、うん、作曲家の Uematsu さんはあんまり知らない。うん、あのちょっとビールの好きな親父さんは知ってるけどっていう感じですよね。うん、なぜそのままだっけ。うん、だからあのね、皆さんに喜んでいただけるものを作ってるっていうのはすごいと思うんですけど、まあそれも本人の努力だけじゃなくて、やっぱりいろんなタイミングでいいゲームに出会ったとか、坂口さんと出会ったとか、あとオーケストレーションにしてもそういう企画を立ててくれる人と出会ったとか、そういう周りの人に恵まれてやってきてるんだろうし、まあね、それはね、うちにいるこの人とは全然別物の人がやってるみたいな感じのとこはありますよね。And you were saying that you originally wanted to make music for films, but now, especially nowadays with the way entertainment has evolved, you know, games are much more cinematic. There's a lot of attention that goes into plot, structure, storylines, dialogue, music. Now that games are kind of at the level of, you know, when you look at games like Final Fantasy and Metal Gear Solid and Halo and things like that, you feel you are now in the place where you want to be in terms of what kind of music you can create? Mm. Or do you still actually want to go and score actual live action films and stuff? ある意味、あの達成されてる部分はあるんですよ。それは何かっていうと、僕が作りたかった映画音楽って、あのハリウッドの派手な映画音楽じゃなくて、ヨーロッパの方の、まあ、渋い映画で一つのメロディーが印象的にあのその世界観を語るみたいな、そういう音楽をやりたかったんで、逆にあのまま映画の方に行ってたら、どん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 ハリウッドを求められるますよね。それはしんどいんで、どっちかちょっとこういうゲーム音楽をやらせてもらって、メインテーマとかにメロディアスなものを書かせてもらえるんで、そっちの方が僕としては良かったのかもしれないですね。だから今例えばオーケストラコンサートをやるとしたら、そこで流れるいくつかのテーマっていうのは、ある意味僕が映画音楽でやりたかったような音楽の数々ですね。
so hard to find. Friends are hard to find. Friends are hard to find. What are your distinct memories of like those days, like the early 80s? When you really look back at it, you know, between Amano-san, Sakaguchi-san, yourself, it was kind of like, you know, almost like the Beatles of Japanese development, you know. It's each person, you know, Amano-san already had kind of an established career, but as an individual, he was also beginning to take off at that point. So, you know, this game, like, really kind of, it kind of exploded things for you guys, and the three of you have gone on to achieve like a kind of a really legendary status, you know. But back then it was much simpler, you know. What are some of your memories of the beginning of the Final Fantasy days? これが続くとも思ってないですし、普通に次のプロジェクトを一生懸命やったっていうだけですよね。僕としてはね、初めね、でも当時の社長はね、音楽をね、荒井由実、松任谷由実か、サザンオールスターズにやらせたかったみたい。それは本当に本当に、あ、本当にってここで言っちゃいけないまあ他の作曲家でやらせたい人がいたみたいなんですけど、で、僕は別にそれでもいいですよって言ってたんだけど、その上の方の話なんで、それがどうなったか分からず、結局僕がやることになったんですけど、まあ後にして思えば坂口さんなんかは結構この作品に思い入れはいろいろあったんじゃないですかね。その自分でロゴ持って売りに行った話ってしました？うん、してないです。で、あのね、スクエアが当時もう本当に潰れそうになってたんですよ傾いてて、で、なかなか制作費も出ない。でも坂口さんがとにかくもう最後に一作だけやりたいことがあるからやらせてくれと、当時ドラゴンクエストっていうのがちょっと売れてて、ロールプレイングゲーム、ファミコン機におけるロールプレイングゲームの可能性っていうのを坂口さんもなんかやっぱり持ってたんですよね、うん、だからもうとにかく潰れる前に一つだけやらせてくれって、最後に夢を託させてくれっていう名前でファイナルファンタジーっていうタイトルをつけたっていうのが本当の話なんですけど、うん、出来上がった後もやっぱりね、あの 上層部にはこれは売れないよと、うん、だから例えば数字覚えてないですけど、20万本ぐらいしか売れない、作れないよって言われた坂口さんがなんかちょっと怒って、50万作ってくれと、でも20万しか作れないと、だったらもうお前らいいって言って、彼がなんか出来上がったばっかりのロゴを持って、自分で持ってね、あっちこっちの雑誌社にね、記事にしてください、記事にしてくださいってやったんですよ。意外と男すごくそれ覚えてますね。うん、
やるやつだなこいつはっていう、うん、だから彼もきっと自信があったんでしょうね、うん、これはいいものを作ったって自信があったからもうわざわざ自ら売り込みに行ったんでしょうね、うん、宣伝会社の宣伝マンも当てにしない。 It must have been inspiring to work with somebody like Sakaguchi-san, especially in such an embryonic time for video games. It was really courageous for him to, you know, just put it all out there and believe in it. Looking back, do you feel grateful having been able to work with him? Because, you know, without that kind of determination, without him being the point man, who knows what would have happened, you know, in terms of everything else, you know? まあそうでしょうね。そういうのを実際に見てるし、例えば今の若い人が坂口さん、成功した後に、成功した坂口さんと初めて会った人は、多分こう、なんてわがままなやつだとか、横柄なやつだっていうふうに見る人多いと思うんですけど、でもじゃあそういうふうに見るやつに本当に自分が作った作品を全面的にこう信頼して自らの足で記事にしてくださいって頭下げる根性があるかっていうことですよね。やっぱりああいうの見てるとこの人は物事を途中で投げ出さないし腹をくくれる人だなっていうのは自分の中でありますしね。だからやっぱ頼まれたら断れないですよね。こいつの頼みかってThat's awesome. Obviously throughout like, you know, the 8-bit, 16-bit era on the Super Famicom, and there are some very famous compositions that you made. But once the 32-bit era kicked in and Final Fantasy VII came around with it, I mean, the production values between Final Fantasy VI and Final Fantasy VII are like, you know, light years apart in terms of graphics and more importantly to you, suddenly it was on a CD format, which meant you had a much greater capacity for what you wanted to compose. Was it intimidating to go from the limitations of the 16-bit cartridge to suddenly, you know, the full orchestral possibilities? You know, was it nerve-wracking as a composer to suddenly have to make something that could live up to the lush, lavish potential of the CD? Yeah, でもあんまり変わんないですよ。その売らなきゃなんない、前の作品よりも売らなきゃなんないという意識は僕らは持たないですしね。もちろん坂口さんレベルでは別だと思いますけど、経営者レベルはそういう前のやつより売れなきゃという意識は働くかもしれないですけど、僕らはなんか僕らのレベルだと一生懸命作るだけだから、プレッシャーっていうよりもいつも楽しいは楽しいですよね。あ、新しいハードになったんだって、何ができるんだろうっていう意外とワクワク感の方が大きかったんで、プレッシャーはなかったですね。で、音楽でじゃあ何ができるかっていうのを考えたら、まあ一緒に同時発音数もすごく増えてますし、歌をどうやってうまくあのゲームに乗せていこうかなっていうのはまず考えましたね。結局セブンでは歌は乗せなかったですけど、最後のセフィロスのラストバトルの時にコーラス入れましたけど、あれは実際に歌ってるのをその録音したのをそのまま流してるんじゃなくって、一旦スタジオで録音した歌を圧縮圧縮して一つの楽器の音色として取り込んだのを貼り付けてるっていうちょっと特殊な例で、まあ、でもそういう容量が増えたせいで、そういう実験的な音楽の作り方ができるようになったのが嬉しかったですね。うん、でもね、最近ね、ボイシスっていうコンサートを去年、一昨年やったんです。ご存知かどうか分かんないですけど、あれでアンコールでワンウィングデンジェルオーケストラとブラックメイスが一緒に共演したんですね。それで、あ、これで完成したなっていう感じですよね。それ DVD とかにもなってるんですけどね。やっぱりロックだったんだなと思って、これは。As much as people tend to gravitate towards One Winged Angel as the key musical moment for Final Fantasy VII, for me personally, I actually think it's the opening theme.
you know, when you first hear the locomotion, the rhythm of the train as they come into full view of the city, and the synthesizers, like there's a crescendo there. You know, every time I hear that, I get goosebumps. You know? And can you reminisce what you were going through when you were thinking about, you know, composing that opening theme? で、まずあの北瀬、当時ディレクターかな、彼はディレクターやってた北瀬が、それにまず音楽つけてくれって言われて、で、つけて、これかなりいけたなと、自分で。で、ね、自信あったんですよ。で、ある日、やっぱりその当時まだあの坂口さんとかの OK とかを北さんの全部もらってる時代で、なんか上松さんが音楽作ったみたいなんで聞いてみてもらえませんかって、坂口さんを彼があの北瀬が坂口さん連れてきて僕の部屋に来て、でその映像に音楽を合わせて、あの何も言わずに座って、でその映像と音を見たんですよ。で終わった後に彼がね、なぜか英語でね、 Very good って言って帰っていったんですよ。それだけで、その一言で。不思議だったな。なんで英語で言うのか。あ、でも言うことないんだろうなと思って、バッチリだったんだなと思って。これはセブンはうまくいくかもしれないと思いましたね、その時に。What was it? Last year or the year before, Square put together like a little tech demo for PS3 where it was, they basically recreated the opening scene for Final Fantasy VII using PlayStation 3 quality graphics. Did you actually re-score?The opening theme yourself, or is that something that Square did? As you know, and everybody knows, Square really likes to cash in on their previous games. You know, they re-release their games over and over and over again. Do you think that a Final Fantasy VII remake would be good? 別の音楽をつけるのは結構しんどいですかね。あの世界観で同じようなストーリーだったら。うちの曲をつけてくれって言われたら難しいけど、まあアレンジし直してって言うんだったらありでしょうね。よりいい音でとか、より迫力のある音で再現できるならやってみたいですよね。このミトガのところに別の音楽ついたら嫌でしょ。パンパパパン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 ってやっぱり鳴ってほしいですもんね、あそこだよね。How does it feel to, you know, to create such a distinctive piece of music that only lasts 5 seconds long? まあ、聞きたい人は聞けばいいし。ねえ、ゲームってほら、そういうところってユーザーに任されてるじゃないですか。これ以上聞くのか聞かないのかは、次の曲へ、次のシーンに行くかどうか、次の曲に行くかどうかっていうのはユーザーが決めますよね。それって映画との一番の違いですよね。映画ってもう時間に音楽が張り付いてるから、嫌がおうでも我々は映画音楽作曲家の作った通りのものを聴かなきゃなんないけど、ゲームは街へ入ろうが外を歩こうがバトルを入ろうが、もうユーザーの自由ですからね、そこまでこうこれ最後まで聴けとか、そういうのはこっちはコントロールできませんもんね。With Final Fantasy VIII and beyond, you know, you had, I'm sure by that point, gotten really comfortable with the medium and, you know,composing, I guess, more lavish scores and whatnot for, you know, the CD-ROM format, because you had so much more space and freedom. And can you talk about a little bit about composing the music for the big scenes? Ballroom のとこところは、でも多分そんなに苦労、ワルツとポルカが流れてただけですよね。苦労はそんなにはなかったですね。で、CD ロムになってから、あの音色の張り、音色の持ち方っていうのは、まあ、ちょっとそれは音楽というよりもプログラム関係の話になるんですけど、音色のうまい持ち方っていうのをこう、あの工夫していって、音色は7、8、9、10とどんどん良くはなってるはずなんですね。音楽としては
音楽作ることに関しては別に FF の1から10までそんなに変わってないわけで、意識したと、意識したとしたら、ファイナルファンタジーがなんかオーケストラみたいな意識を持たれているぞと、これはまずいぞっていうのはありましたよね。要するにこうオーケストラの音楽を作ってるつもりなくって、オーケストラがいいと思うところで作ってたんですけど、そのオーケストラに対の対極であるようなロックの、ロックっぽいものっていうのがなかったですね。だからオーケストラの作曲家って思われたら、これはこの先仕事しにくいぞとそういう焦りは感じ始めてましたよね。だからもっといろんな面を見せていかないと、だからそういう意識がなんかブラックメイジスとかそういうのに行っちゃってるのかもしれないですけどね。Why did you choose the name Black Mages for the band? Why not White or Red Mage? 何でもいいって言ったら、松下さんがつけたんだね。あ、そうなんですか。クロマ同士でいいじゃん。クロマ同士っていうのなんだから、じゃあそれ英語にしようって言って。じゃあ単純にそれだけ。それだ、そんなに深い意味はなかったですよ。ロックの、ファイナルファンタジーの音楽をロックで演奏してし、あ、ロックアレンジして CD にしようっていうのが僕のアイデアですけど、うん、僕は初めそのライブに加わる予定なかったんですよ。僕はあくまでもプロデューサーの立場でとか思ってたんですけど、おかみやギターのやつらとかが上松さんが出ないんだったら俺も出ないとか言い出して脅迫されて、そうだね、そうそう、だから出ざるを得なくなったんですけどね。そんなに名前の由来にはドラマチックな話じゃないです。何でもいいからつけなきゃなんなかった。So it was fun though, making music like that. 楽しいですね。ライブとかやるとね、ライブなんか学生の頃以来もう、ね、人前でこうロックっぽいのを演奏することなんか二十何年もやってなかったことじゃないですか。でもやる前まで中年の男がロックやっていいのかなっていうちょっと疑問だったんですけど、やったら楽しかったし、お客さんも受けてるからまあいいかなと思って。外人いっぱいいるじゃないですか中年の男でロックしてそうなんですね。で僕らの頃は、若い頃は大人になったら、大人になってまでロックしてる人間なんかいなかったでしょ。今はもうローリングストーンズとかね、こうレッドソプリンやってないか、まあ、ディープアップルの人だから60歳ぐらいの人がロックやってもいい時代なんで、まあ、まだ40代だったらやってもいいかな。
thinking about the diversity of the older Final Fantasy music, one CD that Square put out that was kind of fun was the Final Fantasy remixes. Mm-hmm. And they had, you know, remixes of Dear Friends that had hip-hop remixes. Did you have any involvement with that remix project? It was a trend, so I thought it was a trend. It was a trend, so I thought it was a trend. But CD and NTT Publishing and NTT Publishing are also good, so I thought it was a trend. But now, remix and club-related stuff is so popular that it's と堂々とこうあのできるんで、うんうん、ブームに乗ってるでもなく、うんうんね、一つのジャンルになってますけど、ね、それはね今もうまさに FF のリミックスって今作ってる最中なんですよ、うん、そのドッグイヤーレコードから年内ぐらいに発売しようかなと You know, Square has released so many you know, like for Final Fantasy VIII for example there will be the original score、うん、and then there will be the piano arrangements and then there will be the, you knowthey'll come out with like five different versions. A traditional, like, you know, musician-publisher relationship, you know, if a band puts out an album, they get royalties on every album sold. But, you know, I can't imagine that, you know, Square was giving royalties, you know, for this kind of music. Did it ever seem unfair that they keep, you know, selling these albums and, you know, I don't know. I really don't know how the whole...composing music for game publisher works, so I don't know if you ever felt like you were being taken advantage of. それは別に社員ですから、で何作出そうが僕には入ってはこないわけですよ。でもそれはほら、FF の前からスクエアでゲームをうまく作ってましたでしょ。でもちろんその作品なんかだと CD になってないものなんかもいろいろあるんですよ。FF の前にね。でそういう時代からやってると気がついたらこう FF 例えば FF なんちゃらっていうのに対して。オリジナルサウンドトラック、オーケストラバージョン、ピアノコレクションズとかそういうバージョンがたくさんの CD が出せるようになったのが段階的に自然に移行したんで疑問にはあまり思ったことないですね、うん、なんなら今の方が疑問ですね、うん、やめたんだから急に返してくれこれ言っていいですかねちょっと待って You know, when I worked with Uematsu-san to do a couple of custom covers for EGM. Mm-hmm. Like I actually got a chance to art direct Uematsu and what we wanted in the layout and stuff like that. When we tried to do a third one, you know, Square got really involved. Mm-hmm. They got so involved that it actually never happened because they reminded us that whether or not Uematsu-san drew the characters in the past or whatever, for him to do like a collaborative customized cover now,He's actually illustrating Square properties, you know, which was kind of disappointing for them to put it in such literal terms. Mm. But yeah, I can see what you mean by that. Mm. You know, does it annoy you that, you know, if you want to, I don't know how it really works in terms of like usage rights, but does it annoy you that, you know, you might have to get permission to actually use your own compositions? あんまりほら自分の欲を考えたら言いたいこともいろいろ主張したいこともあるんですけど、うん、まあその何文句言ったり訴えたりする時間を考えたら、うん、だったらその間に稼いだ方がいいかな別の仕事で、ね、別の仕事やった方が建設的かなとか思うしね、うん、だってこういうのって権利の問題って争い始めると多分えらいことになっちゃうと思うんですよ時間的にね労力的にもそれだったらまあこっちが折れてスクエアとの関係も今まで通りうまくやりながらやった方がいいのかなと暇だったらね What made you finally decide to leave Square altogether?、What was it that you just wanted、more creative freedom or you didn't want to beTied down to Final Fantasy project specifically, or I don't know, maybe you didn't like the direction the company was going in when they merged with Enix, or you know, what made you want to break out and form your own companies? 新宿に移ったんですよ会社が。でそれがね、うちから遠くなった。それが嫌だった。それから新宿っていう街が嫌いで。私も嫌い。苦手で、なんかあそこに行くと僕方向感覚狂うんですよ。
変な嫌な街だなと思って、空気も汚いし人もいっぱいだし、こんなところ絶対嫌だと思ってるところにスクエアが行っちゃってで、うちから目黒より遠くなったんで、うち多摩川なんで車で1時間以上かかったりするんですよ朝、でもこれはいやと思って、本当にそれが理由なんですよね。もう一つなんかまともらしいこと言うなら、あの年がそろそろ上になってきて会議が増えてきたんですよ。で会議ばっかりに時間取られて作曲ができなくなりつつあったんですね。でこれはこのままスクエアでおとなしくして管理職で一生を得るのか、それとも音楽を作るのが好きかとか考えたら、やっぱり音楽作るのが好きなので、そっちを選んだってことですね。Why did they pick Shinjuku? I mean, like, you look at a company like Konami. They want to see in the trendiest building, no matter what. They want to go from like Omotesando Hills to Mori Tower to Tokyo Midtown, you know. And where does Square move? They moved to the Pfizer building in Shinjuku, you know. あれはね、あの目黒から移ったのは、あの占い師さんに言われたんですよ、社長が、和田社長が。パオさん、台湾のパオさん、名前一緒だけど、パオさんっていうね、占い師さんに、ここは良くないと、ガジョエンは。だから、和田さんが持っていったいくつかの候補地から、あの新宿のここに行ったらいいって言われて、本当に和田さんに聞いたんですよ、本人に。So the short of it is that, I know that you still work with Square, but Square Enix basically lost their most significant composer because they follow the fortune teller's directions and moved everything to Shinjuku. You know, with your music labels and your the Smile Please company, what's your goal with these companies? 何目標としてますかね。別にそんなでっかい野望とかないですけどね。まあ、スマイルプリーズは言っちゃえば個人事務所みたいなもんですよね、上松信夫のね、で社員2人しかいないしパオちゃんそう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 で、ドッグヤレコードはあの今月で2人、3人、近々4人ぐらいの会社になるんで、でもそれも基本的には僕がの、音楽の CD を出すとか音楽制作会社って感じですかね。僕が取ってきて、僕が作曲したものをあのアレンジしてもらうとか、そんな感じの会社ですね。だからスマイルプレイズは僕の個人事務所で、ドッグヤレコーズは僕がオーナーのレコード会社みたいな感じ。Now that you're a free contractor composer, now that you're available to anyone who wants to hire you to create music, do you have people?Tripping over themselves, trying to, you know, get you to work on their games with them. たくさんあるんではないですけど、やってますよ、もうすでに。任天堂さんのあの、なんだっけ、スマッシュブラザーズ、スマブラ X、もうすぐ発売になるやつのメインテーマもやってますしね。あとはね、PSP でもうすぐ発売になるあなたを許さないっていうアドベンチャーゲームの音楽もやってますしね。なんかちまちまはやってはいるんですよ。じゃあ幅広い。そうですね、ただほら坂口さんとか対策なんで長いこと時間かかっちゃうんですよね。Just to remind myself, like speaking of like another Sakaguchi project, you do the soundtrack to Spirits Within? あの坂口さんが仕事で日本に帰ってきてる時に、代官山の焼肉屋で一曲でいいから書いてよって、いいよって言って、でも飲んでる席で頼まれた話なんで、これ本当に真剣に受けていいのかどうか分からずに、まあなあなあでやんなかったんですよね。そしたら結果が終わった後に、上本さんは書いてくれなかったっていう言われたことがそんなつもりはなかったんだけど、酒の席だったし、本当に頼まれたのかどうか、映画のメインテーマを僕に本当に頼んでくれたのかなって受けとけよかったですね。Are you bummed out that you had to you know you wanted to work in film and here was a bona fide you know Hollywood film special effects everything? Are you kind of bummed out that you didn't get you know you didn't supply the theme song for that movie? いやそれはないです、それはないですけど、坂口さんに申し訳ないことしたなっていうのがちょっとあの思いますよね。彼も真剣にやってたことだし、
真剣だったらやったのにやってあげたのに、あそれはね、シラフでメールくれるかもしれない。そうね、何にもあの後言ってこないしなっていうのがあったんですよね。The consumer reaction, you know, how many people went to go see it wasn't very much, and it became like a big financial failure for Square, and that really kind of, you know, it, considering how much Sakaguchi-san had done for Square, it was this project that really kind of led to him eventually leaving Square, you know, in looking back, do you think that was kind of a sad moment? And, you know, especially, you know, considering what he had done for the company and where he had brought the company, Japanese companies in general seem to be pretty quick to look for a scapegoat whenever something doesn't go right. You know, how do you feel? How did you feel about what happened with Sakaguchi-san? まあね、なさ、まあファイナルファンタジー作った人間ですからね、一応ね。だから作り手のプライドとしては、坂口さんが去ったんであればファイナルファンタジーっていう作品はもう作っちゃいけないような気がする。でもそれは法律としてはスクエアが持ってるんだからファイナルファンタジーっていう商標はでやっていいんだけど、難しいですよね。僕も作り手ですしね、金儲けしてるわけじゃないんで、まあでもサラリーマンですもんね、坂口さんも僕もね。でも実際にほらスクエアエニックスっていうのが、あ当時はスクエアが、変わり始めたのはやっぱり彼がいなくなってからですよね。いろんな意味でのやっぱり象徴だったんでしょうね、スクエアの。でその象徴を失ったもんだから、こうどうして誰が何をどうしていいか分かんなくなった時期ではあったと思いますよ。今はまた違うんでしょうけどね。Do you say that when Sakaguchi left Square, would you equate that with something like when Walt Disney died? Because after Walt Disney died, it changed from, it had like a humble human element, you know, Walt Disney Productions. You felt like, you know, there were real people behind it and it wasn't a faceless corporation. Then when Walt Disney died, it became the Walt Disney Company and, you know, it acquired a corporate appeal, and maybe it lost something. It lost some of that innocence, you know. And Disney as a corporation, you know, just started cranking out annual animated movies to capitalize on, you know, the public's thirst for, you know, cartoons and family entertainment, and it became much more of a business. Would you say that sort of transformation took place? Because, you know, before they were individual Final Fantasy games. And now they come like five at a time, you know, Final Fantasy 13 times 5. それはスクエアの人に聞いてみたい。どうでしょうかね。人がどう思って感じてやってるかっていうのは僕は分かんないですからね。僕はそういうつもりではやってきましたけどね。一作一作一生懸命やって、で自分らが作ったことを、なんていうんですかね、こう安売りはしたくないなっていう。僕らは、まあ、僕らっていうと無責任だから、僕はいや坂口さんもそうだと思うんですけど、結局なんかね、なにわ節なんですよ。表現したいことって結局友情とかだったり家族愛だったり、まあ、恋愛でもいいですし、そういうなんか人と人とが共感し合いたい単純な感動をゲームで表現できないか、映画以外の媒体でね、映画じゃない新しいこの媒体で表現できないかっていうのを常に念頭に置いて作ってきたと思うんですけど、未だにそうなんですけど、それを、お金に変えたくはないっていうのは僕はあるんですね。
その信念みたいのはどっかに常に持ち続けていないと、例えばじゃあ戦争シーンとかでうわーって血が流れる、ドバーって血が流れたりするのがウケるからって、それをやるかっていうと、そういうのもまでしてお金受けようとは思わないし、まあ、そういう何かしらのこう表現したいものに対するポリシーっていうのをスクエアソフト、スクエアニックスの作り手の誰かが持ち続けてくれてるといいけどなっていうのは思いますね。If you could work with any other like a rock star, the classic rock star, who would you pick? いや、特にはやりたくないですよ。夢壊したくない、壊したくないっていうのはありますしね。エルトン・ジョン好きだったって今合わせてやるよって言われても、僕が会いたいのは1972年のエルトン・ジョンで、でその現役バリバリのこうロックスターのエルトン・ジョンで、今合わせてやるって言ってもあんまりちょっとできればもうこのまま一生72年のエルトン・ジョンの写真を胸にそのまま会わずにいたいって感じですけど、でもね、あのロスト・デッセイでもね、結局主題歌にねシーナ・イーストン歌ってもらったんですよね。あれって嫌ですよね。なんか僕がいつもイアン・ギラン、ディープ・パープルとかシーナ・イーストンとか昔の人とやりたがってるって思われちゃうじゃないですか。両方とも偶然なのに。シーナ・イーストンも偶然、うん、シーナ・イーストン使いますよって言うから、じゃあいいんじゃないですかってうん。だからね、なんかね、変な上松はいつも昔のスターとやりたがるとか、そういう印象がつくの嫌だなと思ってちょっと困ってるところなんですよね。You don't want 2007 Elton John. No. 1972 Elton John. Prime Elton John. Yeah. 偶然にしろね、そういう場が与えられたっていうのはやっぱりすごくラッキーだなと思うんですけど、あのね、やっぱり年取ってて、こういう言い方失礼だな、年取っててっていうか、長いことを現役でやってて、衰えてないってのはやっぱり素晴らしいですよね。やっぱりやってるから衰えてないのか。ブランクがあったらね、声出なくなったりするんでしょうけど、イアン・ギランのハイトーン、高い方の音程にしても、あのシーナ・イーストンさんの歌い回しにしてもね、やっぱりこう、うんって、こうやっぱ世界的な、ね、ああいうエンターテイナーって、You know, if I can just like fantasize here for a second, like if there was one singer that I could imagine, you know, singing a theme song that you would write for some epic RPG, it would be Freddie Mercury. Some scene with lightning bolts and stuff going on and some big showdown, and then Freddie Mercury's voice and your orchestral compositions come. Yeah, that'd be awesome.Maybe someday. In the afterlife, since Freddie Mercury's dead. The last thing I want to discuss is the Dear Friends concert at the Disney Concert Hall in Los Angeles a few years back. This place was going crazy, you know, they were screaming from the rafters. That was one thing, but then when, you know, Sakaguchi-san and Amano-san got on stage with you, the place was out of control, you know. What were your feelings about the show? And, you know, I bet that must have been one of the high points of your life.あれ海外でやったのってあれ初めてでしたっけ？初めてです。あ、そうでしたか。あれはすごく興奮した一夜でしたね。まあ海外で外国で受けた、あの自分らのやってることが評価されてる、喜ばれてるっていうのをやっぱり実感しますよね。それまで例えばセブンがアメリカで結構売れてる、何万売れてる、あそこどこそこで何万売れてるとか、そういう話は聞いても、へーっていう、すごいんだなっていうか、そういう印象なんですけど、目の前でやっぱり騒がれると、えってこれ俺ら受けてるっていうのを実感しましたね。自信がついたのかな、あの初めて。それまではこう国内では受けてるっていう実感はあったんですけど、あの人種が違う人たちにこうが興奮してくれてるっていうのは
初めてのことだったんで、あれ以来癖になってね。で、いろいろその後もやったのかな、何回かアメリカでやったり、今年もやるんですよ、今年から、うん、来月、今9月でしょ、10月がね、イタリアのね、なんかのイベントで1時間 FF のオーケストラコンサートをやってくれるんですよ。でそれに招待されていくのと、12月からはね、とうとうね、ファイナルファンタジーのオーケストラコンサートワールドツアーが始まるんですよ。3年かけて、全世界で24カ所かな。受けるのが気持ちよくなっちゃって、他そのアメリカではすごく当時は喜んでくれたけど、他のね、イギリスとか他の国ってどういう反応が返ってくるのかすごく楽しみですよね。でもね、やっぱり言葉とかですごい壁はあるんですけど、ゲームとか音楽とかを通して同じ笑顔だとか涙とか感動を共感し合えるっていうのを、こういう仕事に就いた、何ですかね、本当に就いた甲斐があったというか、この仕事やってよかったって思える瞬間ですよね。それの初めての瞬間でしたね、ディズニーのコンサートホールが。あれは多分もう一生忘れらんないと思う。Friends are hard to find.